初のモニター企画ですよね。最後までご覧ください。まずここなんですね。これが、まあ、よく皆さんが言うところの骨端線。これも骨端線。これも骨端線。ということで。身長ビヨーン。さて、本日ね、お話しさせていただくのは、13歳、身長を伸ばす方法ってことですね。13歳の皆さんに向けてね、もうダイレクトにお届けしたいと思いますけどもね。13歳の男子の皆さんですね。そして、13歳の男子、お父様、お母様もですね、ぜひご覧ください。もちろんですね、12歳、これから13歳になるよって人もね、1年後にこういう風になるんだとかですね。14歳人はですね、1年前の内容を参考にしていただいてですね、ぜひ身長に、ね、伸ばすのをですね、役立てていただくっていうような形でもいいかもしれませんけど、よろしいでしょうか。本日ですね、13歳の具体的に7ヶ月の男性のお子様ですね、そちらのお子様のデータをですね、一緒に見ながらですね、13歳の7ヶ月がどういった時期なのか、そしてどういうふうにして身長を伸ばしていくかというのをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、初のモニター企画ですので、ね、ぜひ最後までご覧ください。それではですね、実際この13歳7ヶ月のね、男の子のデータを皆さんと一緒に見ていきながら、13歳の男子ですね、身長伸ばす方法です。皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずはですね、最終身長がですね、まず何センチになるのかなと一緒にちょっと予測していきたいかなというふうに思っております。今回ですね、0歳0ヶ月から13歳7ヶ月に直近のデータは全ていただいております。具体的には0歳0ヶ月47センチで生まれて、3歳1ヶ月 95.8 センチ、7歳0ヶ月 121.7、8歳0ヶ月 125.8、13歳7ヶ月 159.5 センチということですね。現時点で13歳と7ヶ月 159.5 センチになるわけです。で、こちらの方で、ね、成長シートということで、こちらの成長シートですね、もし皆さん欲しい方いらっしゃいましたら、私の LINE の方に成長シート希望というふうにお伝えください。無料でお渡ししております。まあ実際ですね、こういうふうにこうやっていただくわけですね。まあ例えばですけども、今回13歳7ヶ月のデータになりますので、まあそれをですね、まあ、こう近似的に見ていくと、ここの13歳と、まあ、6ヶ月ここの部分ですよね、ここをこうビューっと引っ張っていくと、そこのデータが出てきます。このお子様はですね、持ってきていただいたデータだと 159.5 センチだったんですけども、実際にご覧いただいた時の身長としては 160.8 センチということで、こちらの方に、ね、黄色くマークをさせていただいております。で、こちらの表はですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになりますので、この表を使うと、まず平均的な身長伸びを予測することができます。まあ現在ここにいるわけですので、平均的に身長が伸びていったらというのをまず考えます。そうすると 171.0 から 171.9、 そういったようなペースにいらっしゃることがわかります。それに対して昔のデータをですね、参考にしていきたいと思います。で、昔のデータを見させていただくと、このような感じのデータが得られております。で、今回のデータを見させていただくと、まず一つですね、浮かび上がったような、ここに一つのゾーン。そしてもう一回、ここに一つのゾーン。で、やや、ここ最後、少しこっち側に盛り返しているという表現です。じゃ、ここのゾーンがどんな時期かって少し見ていきたいと思います。見ていくと、まあ、約ですけども、10歳程度ぐらいですね。小学校の高学年に入るまでは、平均がこの緑色ですね。平均よりもわずかに身長ちょっと高いグループ。それが小学校の高学年になってきた時に、こう少しですね、落ち込むというですね、そういったようなデータになってます。で、わずかに盛り返してるっていうところになりますので、ここからはですね、まあ、比較的盤石を期待したいみたいな表現になってくるかなというふうに思います。まあ、一つ考えると、先ほどお伝えした 171.9。171.9 よりは、まあ、ややですね、こちら側に行くことを期待したい。そういったような表現になってくるかなと思います。そして3番目ですね、この子の最終身長を予測するにおいてですね、骨のレントゲンですね。ここまでがですね、今まではデータがなかったんですけど、今回モニターさんということで骨のデータもあります。骨のデータの方、私の方で見させていただくと、ほとんど年相応かなっていうところで、骨年齢は13歳9ヶ月というふうに判定します。ちょっと今までの内容で、ね、少しもう一回復習していきましょう。まず現状としてはですね、13歳と7ヶ月で 160.8 センチになりますので、平均的に身長伸びていくと 171.0 センチから171.9 センチというところになります。それに対して、まあ、過去のデータからはやや盤石寄りということで、これよりも少し高くなりそうだなというところが期待値になってくるわけになります。で、それに対して骨のレントゲンですね。骨のレントゲンはね、今回ね、結構面白いんですけども、まず私の方で見させていただくと、13歳と9ヶ月程度というふうな評価になっております。で、骨のね、形をいろいろ見たりします。あと一緒にちょっとレントゲンの方も実際見てみましょう。で、そこからですね、ほとんど年相応か、むしろね、現在の年齢よりも、やや早熟なのかなというふうにも思ったりもしました。ただし、一方でなんですけども、機械の方で読み込んでみると、骨の年齢がですね、左手の方で見てみると 12.79 歳、だから12歳と9ヶ月とかな、 12.46 歳、12歳と6ヶ月ぐらいというような評価になっています。ただし今回ですね、なんと左手がですね、骨折をしておりまして、その治癒後ということで少し骨の方が不鮮明に見えましたので、ここはですね、右手の方も計測いたしました。で、右手の方も計測してみると 12.0 歳、と 12.3 歳ということで、骨のデータの方ですね、機械の方で読み込むと、もう少し盤石寄りという判定
るって、私の実測の目で見るのと少し判定の様子は違ったわけになります。こういうふうにですね、まあ、矛盾するデータが出ることはよくありますので、まあ、どちらが正しいということではないんですけども、まあ、そういったようなところになります。例えば私の目で見ても早熟、これで機械で測定しても早熟といえばほぼ早熟が 100% ですけども、今回はまあ少しですね、二面性があるという表現がいいでしょうかね。12歳9ヶ月をはまあ12歳の後半って表現でいいでしょうかね。後半、まあ、はてなぐらいってところでしょうかね。まあ、そういったような表現ができたわけで、どちらなのかなっていうのをちょっとクエスチョンマークですね。通常はこの場合は中間を取ってですね、まあ、ほぼやっぱりこういった意味で見てもちょっとだけ半熟を期待したいなみたいな表現だと思います。まあ、こっちの2番から考えても、先ほどの身長の記録から見ても半熟というふうに考えても、まあ、無難でしょうみたいなところですね。やっぱここは高くなるとか、そういったような表現ができると思います。でこちらの方に関して言うとね、新規症状の方ですね、少し恥ずかしい部分もあるかなと思います。あまり言いませんけども、少し半熟なのかなって印象を受けました。そしてご両親の身長ですね、ご両親の身長は父親の身長が178センチ、お母様の身長が 151.5センチということで、遺伝身長ですね、父親の身長たすお母さんの身長たす13÷2で表現されますので、遺伝身長としては 171.3センチになりますので、現状のペースというのは遺伝身長に非常に向かっているというところで、まあ、ここから半熟を期待してこちら側に大きくシフトすることをですね、期待したいんだけども、まあ、遺伝的に見ても、ね、そこまで大きくシフトするようなものでもない。例えばですけども、レントゲン上も、私の方で判断するとそこまで半熟ではないというところもいろいろ考えてみてみると、今回の、ね、最終身長予測というのは171かですね、まあ、高くてもこっちの方、まあ、これ171.0 が 175.4 とか、まあ、それぐらいなのかなっていうような印象になってきます。まあ、こちらでかなり期待を込めてというのは、ここの時点での解説になってくるかと思います。ここでいつもと違って、先ほどね、説明したレントゲンの方を一緒に見ていきたいと思います。はい、それではですね、ここからはですね、レントゲンのね、説明をしていきたいかなというふうに考えております。でこちらのレントゲン見させていただくと、まずここなんですね、これが、まあ、よく皆さんが言うところの骨端線、これも骨端線、これも骨端線ということで、まあ、全て骨端線になってきますので、骨端線としては十分に開いているっていう表現になってきます。13歳と7ヶ月だと結構早い子だと、もうこの指の先のですね、骨端線が閉じてることも多いです。ここの部分ですね、ここのもう骨端線がもう閉じてる子だと、もう閉じてるような年齢になりますので、まあ、そこから見てもですね、まあ、超早熟ってことはないなというのはここで確定的になってきます。超早熟の子だと、もうここら辺の骨端線閉じてますし、まあ、ここも閉じてきて、でここも閉じてきてという表現になります。今回まあ面白いというかですね、まあ、ちょっと参考にしたいのが、ここの部分ですね。でここの部分に関して言うと、骨端線としてはこういう風にですね、ここをグーッと黒い線がしっかり折れますので、十分に骨端線残っているという表現になります。まあ、それに対してなんですけど、こういった部分十分に関して言うと少し重なってきてっていうところも出てきて、やや、ね、大人になりつつあるという表現もできると思います。こちらの尺骨に関してもしっかりと骨がですね、こう陰影がこう重なり始めてきて、しっかりと成長してきて、ここの骨もですね、尖ってきて骨が成長してきてるっていうところになります。それに対してね、今回お見せしたいのが、こちらの方ですね、怪我した方ってことで、これ分かりにくいかもしれないんですけども、最初に何も聞かずに私このレントゲン見てびっくりしたんですけど、ここの部分、この白い部分ありますね。あまりないんですね、こういったことですね。なので、あれ不思議だなと思ったら、こちらの方で骨折してたということで、そういった意味からですね、こちらの方の骨面の測定が難しかったっていうところになりますので、通常左手で見るんですけど、今回は右手で測定しました。で、左手の値が、ややですね、右手より進んでいる、骨の年齢が進んでいるというのは骨折した影響というふうな表現になります。もう一回ちょっと振り返ると、右がですね、12.0 とか 12.3 歳なのに対して、左の方が 12.7 とか 12.4 とかってことで、こちらの方がだいぶ進んでいるという表現になります。まあ、いずれにせよですね、まあ、比較的半熟というような表現になってくると思いますので、まあ、今回に関して言うと、私のですね、読みが少し厳しすぎた、ということも言えるかもしれません。はい、ということですね、まあ、レントゲンの結果と他のデータから算出してみると、まあ、現状としては 171.0、A かつ 175.4 センチぐらいのペースという表現になっていきます。まあ、それに対してですね、採血の結果を見て、さらに予測をですね、補正していくような形になります。で、今回は、モニターさんですね、もうね、採血のデータもありますので、ちょっと一緒に見ていきましょう。13歳と7ヶ月という時期はですね、もう、思春期としてはもう後半って表現でいいと思いますので、それを踏まえてですね、説明していくような形になります。で、こういった思春期の後半になってきますと、こういった ALP という数字が大事になってきます。どれくらい身長を伸びますかという質問を受ければですね、あと ALP× 骨端線、そういう風に評価できるかもしれません。例えば、車がどれだけ走りますかという質問を受ければですね、距離は速さ×時間なんていう風に表現するわけですけども、この速さが ALP に該当します。で、時間が骨端線で表現になってきますので、骨端線に関して言うと、年相応から半熟傾向という風な評価というのが今回の結論になってくるわけになります。じゃあ、その中ですけども、こちらの方は少し他のお子さんよりも時間がありそうだという評価に対して、じゃあ ALP はどうかなって見てみるわけでございます。そうすると今回 ALP こちらということですね。思春期到来後に参考にしますということで、身長伸びがピーク。これピークってどういうタイミングかというと、思春期に入りかけか入った直後ぐらいの時が非常に多いです。こういった数字を叩き出すことですね。そして
非常に伸びが強いっていうのが350以上。例えばなんですけど、13歳7ヶ月で350以上あれば、かなり最終身長としては高くなる印象になります。それに対して13歳7ヶ月で早熟と呼ばれる子だともう175を切ってることも多いですので、そうするとですね、伸び率としてはですね、まあなかなか厳しいでしょうと。まあ2センチとか、もしくは1センチぐらいしか伸びないとか、そういったことをお話することもあります。まあ113をね、13歳7ヶ月で叩き出すことはですね、まあ限りなく珍しいです。まああまりないんですけども、まあこういったような数字になってきます。まあ例えば、先ほど171.0か175.4というようなね、予測を立てたわけになりますけども、例えば成長の記録としては、こういうふうに真下に降りるか、これぐらいの角度の差ができるわけになりますね。まあ、この角度をですね、まあ、測ってみると、まあ、0から50度ぐらいで差があるんですね。まあ、50度、これぐらいのカーブ感というのはですね、もうかなり強烈なカーブということで、なかなか達成することは難しいです。初心時にですね、私は実際にそのモニターさんにですね、お伝えした内容をもう一回振り返って見てみると、今回であればですけども、まあ、ALP がですね、まあ、例えばなんですけど、まあ、200はまあさすがにですね、まあ、確定的というふうな表現だと思いますので、まあ、200からですね、まあ、250程度であれば、まあ、骨年齢とかなり厳しく見た値が正しかったというふうな表現ができるのがこういった値。一方ですけども、ALP がまあ350以上っていう表現だと、175とかね、こういった数字がしっかり見えてくるっていうような表現になってきます。ということで、じゃあ実際にですね、このお子様の ALP がいくつだったかっていうところを発表したいと思います。ALP なんとですけども、520。ALP で520ってことで、今回に関しても相当高いです。これは想像をはるかに超えてましたので、このお子様に関して言うと、半熟という表現ではなくて、まあ、超半熟っていう表現でおそらくいいかなという印象になります。その次になんですけども、じゃあこの ALP520、先ほどお伝えした通り、通常は春季に入るか入らないかでぐらいってところになってくるんですけども、実際のですね、テストステロン、男性ホルモンの値を見てみました。値を見てみると、0.79 ってところになります。で、男性ホルモンの値はですね、1.31 から8.71というのがですね、これが大人の値ですので、大人の値にまだなってない。ほとんど入りかけみたいな表現になってきます。実際の入りかけのテストステロンの値っていうのは、大体なんですけども、検出するかしないかぐらいです。0.03 とか、0.1 とか、0.2 とか、そういった数字になりますね。そういった意味だと、まあ、ある程度しっかりと入ってる。まあ、もちろん13歳7ヶ月ですから、入ってないなんてことはないんですけども、この値からしてもですね、非常に半熟であるってことが確定的になります。例えばですね、13歳7ヶ月でかなり早熟傾向が強い子だと、もうこれがですね、3.0 とか、もう 4.0 とか、もう場合によって5、6、ぐらいですね。まあ、ここら辺の値の子だと、まあ、早熟傾向として矛盾がありませんので、ALP が13歳7ヶ月で、例えば158で、テストステロン値が 4.2 でした。なんていう風な話になってくると、かなり早熟でしょうっていう風な形になってきます。まあ、そういったお子様をですね、モニターさんの方で今後出てくると思いますので、そういったのをまた紹介していきたいと思います。ということで、まあ、最終身長の予測としてはですね、175.4 ぐらいがですね、まあ、より一層濃厚になってきたわけになりますけども、なんならですね、175.4 以上に行く可能性もあるかなと。ただし、まあ、遺伝子身長から考えてもね、それ以上行くのはなかなか難しいかなとも思うんだけど、そういったところも期待したいみたいな表現になってきます。それでですね、実際にじゃあこの子に対してどんなアプローチができるかって一緒にちょっと見ていきたいと思います。今回はまず亜鉛ですね。亜鉛に関して言うと、57という数字が出てきました。血清濃度ですね。で、80から130が基準値になりますので、57という値で非常に欠乏しているっていう表現になりますね。こういったのやっぱ補充するとより一層いいでしょうっていうところになります。例えばですけども、2018年の亜鉛欠乏症診療指針ですね、そういったデータを見てみると、亜鉛が欠乏した状態で亜鉛を投与すると鎮痛剤でプラスに働くということが分かっていますので、こういったのはですね、基準値と呼ばれるような80から130に向けて調節していくっていうのは一ついいのではないでしょうか。次に、例えば鉄ですね。鉄の場合もいろいろと見る方法があります。で、鉄を見る方法として、私が主に採用しているのはフェリチンという値で、貯蔵鉄、体の中にどれくらい鉄がストックされているかという値ですね。それの方を見ても19ということで、このお子さんに関して17から321が基準値ですので、19という値がですね、非常に低いというのが分かります。で、このお子様ですね、まあ、サッカーをかなり一生懸命されているお子さんで、おそらくかなりですね、そういったミネラルの消費量が多いのだと思いますので、そういったところもあると思います。で、これから見てもほとんどストックがない状態という表現もできると思います。さらにこの鉄に関して細かいところを言うと、お子様というのはですね、ヘモグロビン、貧血の値がまだまだ低くて、これから大人になろうというところで、そういった部分も大人になっていることなってない子がいますね。大人の男の人のですね、ヘモグロビンというのはですね、貧血の値というのは 13.6 から 18.3 なんですけども、このお子さんの実測値は 13.4 というところで、まあ、こういった点から見てもですね、まあ、非常にその鉄の消費量としては多くて、なおかつもっともっと入れてあげて良い状態を作ってあげるというのは一つの考え方としてはありかなというふうに考えたりもしています。それとしてビタミンの D ですね。ビタミンの D は 28.7 ということで、こちらの方は20以下が欠乏値ですので、こちらの方は十分足りてるっていう表現になってきますので、まあ、これはね、絶対補充しなくちゃいけないとか、そういったような感じじゃないというふうな、ね、お伝えができると思いますので、まあ、こういったところを改善しながら、より一層 175.4 を、ね、目指す、もしくは 175.4 以上を目指すというところで頑張っていくといいんじゃないでしょうかということになります。
はい、今回ね初のモニター企画ということで参考になりましたでしょうかね。今後もですね身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。